こんにちは、ひろとです。今回も何を話そうかなと思ったんですけど、まあ皆さん大体の人は年末年始じゃないですね、新年、まあどういうことをしようかなと目標を立てたんじゃないかなと思うんですけど、目標であったりとか、まあ何かをしようみたいな感じで軽く決めたりした人もいると思うんですけど、まあそれについて話していこうかなと思います。まあどうやったらその目標を達成することができるのかっていう、まあ、習慣化の話ですね。これがデューク大学の研究で、人生の 45% デートっていうのは習慣化された行動で成り立っているということが分かっていて、つまり努力しなくてもできる小さな習慣を始めるっていうのが一番ハードルとしてはいいんですけど、でそこから習慣ができたら少しずつハードルを上げていくっていう感じですね。でこの習慣化するには、ロンドン大学の研究で、習慣が自動化するには平均66日必要であると、つまり2ヶ月ちょい必要であるという感じなんですけど、でこれ習慣化するテクニックを、まあ、3つほど、紹介しようかなと今回思います。で1つ目っていうのは、習慣化するには20秒ルールですね。これはいい習慣をするのは20秒以内にするようにするのと、で悪い習慣、やめたい習慣ですねは、20秒以上かかるようにすると、要は手間を増やすっていうところですよね、をしてしまうと、悪い習慣を逆にやめることができるという感じで、1つ目っていうのが、したい、まあ、続けたい習慣が例えばあったとしたら、例えば運動するのであれば、運動をしやすい、すぐにパッと始められるような状況にすると、まあ例えば自分の場合だったらなんですけど、朝起きてするっていう感じの、まあ本当するようにしてるんで、まあ筋トレですね、筋トレをするっていうふうにしてるんで、まあそういうふうになんかこう10秒もかからないか、かかるかかからないかぐらいの感じでできるようにするっていう習慣が作りですね。で逆にやめたい方は20秒以上かかると、まあ、例えばテレビを見てしまうっていうのをやめたい、まあ、何か勉強しないといけないとか、何かを仕事をしないといけないとか、そういうのがあるのにテレビをついつい見てしまうっていうんだったら、テレビのリモコンのテレビから遠ざけてしまうとか、あるいはその、リモコンの電池を抜いてしまうとか、そうすれば電池を入れた上でテレビから、遠いところにあるので、それをわざわざ取りに行かないといけないという風になってしまうので、手間がどんどん増えていくと思うんで、まあそういう風になんかこう手間をどんどん増やしてしまうと。あと言うなら、なんかこう何か箱の中に入れてしまうとか、そういうのもいいですよね。どこにあったかなって探してしまうことになってしまうんで、そうなってくると、やっぱ手間がどんどん増えていくんで、テレビをついつい見てしまうっていうのをつけてしまうっていうのも防げるんじゃないかなと思います。であとまあさっき運動の話をちらっと言ったんですけど、まあ仮に運動をしようって、まあダイエットしようとか、まあ筋肉つけたいなっていうふうになって運動をしようってなってくると、いきなり何時間もするんじゃなくて、例えば1日1回スクワット1回とか5回とか、そのぐらいハードルを低めにして、それを週4回以上すると。でそれが習慣ができたら少しずつ、強度を上げていくというふうにやっていくと、習慣化しやすいということが分かっているという感じです。習慣化したい行動のハードルを下げた状態だと、習慣化する、期間が短くなるんで、習慣化、できた上でやっていくと、まあハードルがどん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 下がっていくって感じなんで、そういうふうにしましょうという感じですね。あと if then プランニングっていう方法があるんですけど、これが何かっていうと、 A が起きたら B をするみたいな感じで、行動のなんていうんですかね、まあある行動をしたら次をこれをするみたいな感じですね。自分の場合だったらなんですけど、朝起きたら風呂に入って、で風呂から出たら筋トレするみたいな感じのスタンスでやってるんですけど、でそっから筋トレをしたらプロテイン飲むみたいな
感じでやってるんで、なんかこう何かをしたら何かをするみたいな感じでしていたら、何かこう一連の流れになってくるんで、それがつまりあの毎日やると習慣ができていくっていうところなんで、だからあの逆に言えばそれを決めてしまうと、運動しようって決めたんだけどいつしようかなみたいな感じにならないと思うんですよね。なんであのそういうふうに決めてしまうっていうのも一つの手でありますっていう話です。なんであの習慣化したいことがあればそういうふうにいろいろ試してみるのもいいんじゃないかなと思います。